私の家に向かってる途中？そのことなんだけど、ごめんね、りょう。私、これからおじいちゃんのお見舞いに行かなきゃいけないの。だから、会えないんだ。ごめんね、りょう。あれ？りょうに、ずいぶん早かったね。嬉しそうね、りょう。
寮にだけは子供扱いされたくないもん。私もう大人だもん。寮の気持ちに応えてあげることできるもん。どうしてからかってるの？意地悪。うん、もうすぐ退院だって。寮と付き合ってることおじいちゃんには言わないから。そうだね。そうだ、これあげる。はい。おじいちゃん頑固だから、よっぽどうまくしゃべらないとね。あ、あたしがお守りあげて、りょうがありがとうって言ってくれたの初めて。嬉しいな。ありがとう、りょう。うん。ご主人様、お出かけですか？そうですか。あ、いいえ、何でもございません。
たびたび申し訳ありません。本当に何でもありませんので。はい、それでは行ってらっしゃいませ。おや、森崎くんじゃない。ゆずちの家行くの？ああ、あからさまにつまらなくてもいいじゃない。うまくいったみたいね。はい、ごちそうさま。やけちゃうな、まったく。呼ばれて料理しないにね。デートの誘いだったら森崎くんは残念でした。一応秘密の特訓のはずだったんだけど、まあいっか。ここで会ったのもなんか偶然っぽくないし。では、行きますか。あ、まゆち。よう。来る途中で会ったのよ。混ざってもいいか、だってさ。してないよ。本当に味見役頼んでいいの？よし、頑張ろう、まゆっち。よし、ゆずっち、その意気だ。分かってないな、森崎くん。発想の転換よ。普段隠しているものをあえて大胆に提示することによって受け手に強大なインパクトを与えるの。だからゆずっち、恐れることはないわ。ドカッと行きなさい、ドカッと。創作おにぎりよ。ふな寿司にコリアンダーまぶしたの。あとは隠し味に甜麺醤を少々。甜麺醤を
伝統とエスニックの刺激的出会い、これだわ。私はこれで。ありがとう、まゆっち。ごめんね、りょう。いると思う？私はうちが神社だからってわけでもないけど、いるって信じてる。あ、答えがどっちでも私は全然気にしないから。どうして？例えば、お守りとか？本当だ。
よくお参りくださいました。私がお預かりしておきますね。やっぱりリノみたいなロボットはまだ貴重な存在なんだね。本当、変な話だよね。リノってばロボットなのにあんなに女の子らしいの。なんか今私がリョウとこうしてられるのもリノのおかげかなって思うんだ。リノは特別だよね。特別だよね。ううん、なんでもない。ごめんね、リョウ。